もうドズルさんとは長いことやってきましたけど、負けることはまずないでしょうね。まあ、電気が止められたんですよ。電気代払ってなくて。ただもう僕払ったんでね、それぐらいじゃないですか、負ける理由って。ここはうまいですね。いい穴阿部が入りました。そしてこのスパーキーが左サイドを襲いかかってくるか、右サイド、いい形で。まあこれが最後のドズキオ対決になるかもしれないですね。ドズル、今までありがとう。秘策ですか？いや、もちろんありますよ。まあドズルさん、マザーネクロは当たり前のように知らないと思いますし、まあエレスピあたりから怪しくなってるんじゃないかなと思うんで、彼が知ってるクラロワで対決ができないかもしれませんね。さあやってまいりました。パーソナルカラーの緑色のジャケットを身にまとい、キヨキヨ選手がリンクインしました。キヨキヨ選手とドズル選手の勝率は5分。4年間一緒の道を歩んでまいりました。1月9日ケンツメシチャンネルでの紅白戦に向けて今練習が始まろうとしています。おっと、インタビューでしょうか、聞きましょう。こんにちは、キヨキヨです。この度1月9日19時からケンツメシチャンネルで、ラット軍率いる赤組で出場させていただくことになりました。キヨキヨです。今回たくさんのメンバーが出場するという中で、赤組として、このキヨキヨを選んでいただいたことを光栄に思います。今回の対戦相手はなんと、この大会異例のキヨキヨが2回出場するということになりまして、最初の試合でドズル選手と戦うことになりました。そして生放送の中盤で卓球のオリンピック出てるアスリートの水谷選手と戦うことになってます。そして今回、聞いたの話によると水谷隼選手からツイッターの方でつぶやきを見まして、キヨキヨさんに負けたら今シーズンはキヨスパス縛りをすると宣戦布告を受けました。おっと、なんという展開だ。これは宣戦布告、これはちょっと聞きましょう。水谷選手は、最多トロフィー数すごく高いです。ただちょっとおこがましいですが、奴に負けるわけはありません。キヨキヨも水谷隼選手にクラロワで負けたら髪の毛の色をゴブリン色の緑にしてやりますよ。まあこうするとね、ドズル選手も水谷選手もおそらくスパーキー対策はしてくるでしょう。これは当たり前のことだと思います。その上でどういった立ち回りをしていくか、はあ、ごめんなさい、声が漏れ出てしまいました。本気で立ち向かいます。皆様応援をということで、今日こちらのクラッシュロワイヤルでいろんなデッキを練習していきたいと思います。しかしこの動画を対戦相手の、ミッズーとドッズーは、見ると思うんでね、このデッキを使うことは別に確証はありません。ただ今までのキヨキヨのストーリーを見ている人は分かると思います。今まで使ってきたデッキ最後に練習します。
じゃあまずはキオスパから行こう。まずはキオスパからですよ。よろしくお願いいたします。さあ行きます。実況解説はもうキオキオプレイしながらやりたいと思うんですけども、まず相手、これまず相手にとりあえず挨拶バレル、まずは挨拶バレルをしていってコウモリのブレル処理っていうことは、まあディガーとかまあウォールメーカーとかその辺が入ってるんじゃないかなと思いますが、さあここはもうちゃんと受けていきます。あーっと、まあまあまあ、しゃあないオッケー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 。で、吹きゴムってことはかなり鬼子か強りな感じがするんですけども、まあちょっとスパーキーちょっと出してみよう。ロケットあるか。ロケットあった方が逆にその本番に近いプレイングができるから、ロケットあっていいよ全然。ロケットなさげだな。これスパーキー、これ美味しいっすね。美味しい。オッケー。スパー、絶対ロケットない。絶対ロケットない、相手絶対ロケットないから、ここで一回受けます。これ一回受けて、スパーキーのノックバックにジャイアンツ差し込んで、ここで相手は多分コウモリ、ホグライダー、マジか。さあ、これに対してはさあ、何の守る、これに対してはザップは出てこない。出てくるとしたらコウモリの群れ。コウモリの群れが多分スパーキーの上か。オッケー。ただここはあ、やだ、オッケー。うわー、マジか。いやー、ちょっとやだ、失敗したな。ただ左結構入ってますよ。左結構入ってる。オッケー。で、ここは一回メガゴだけ出して、そうですね、これ。なるほどね。ここザップもう飛ばします。ザップ飛ばして、これ。オッケー。バルキリー全然上からマリコできるんでね。これ超美味しいです。オッケー。ちょっとさっきの、相手読めてたのにもかかわらずザップ打てなかったんで、これだけはちょっとなくしていこう。で、オッケー。こっから後ろから、まあ、後ろからっていうか、まあ、ゴボリが出てくるか、まあ、後ろからなんかバルキリーとかその辺がペコーって出てくるかなんで、ちょ、一回様子見スケルトン部隊。出して、ここでザップとかなんか出してくる。ロケホーね、オッケー。ロケ全然オッケー。で、ここで一回、このゴブリンバレルラ出して、ロケ投手に気づかれないところで出していって、オッケー。さあ、ロイホグでスパーキル受けたい。オッケー。これはちゃんとスパーキル受けてあげて、いきます。で、ここで大事になってくるのは、ここ矢の雨大事だな。矢の雨超大事。オッケー。よし、こっから、もうこのスパーキーがほぼ無料と化したんで、このスパーキーを無料スパーキーを生かして、相手のノクの契約をね、追っていきたいなと思います。相手なんだこれ、なんだ、こっちも狙ってんの、こっちも狙って、これレイジ来るな。レイジも来ます。オッケー。ここはね、ザップで飛ばさせていただいて、オッケー。これはちょっとオッケー。ここは絶対守れないから、オッケー。これ守れなくて、スケルトン部隊で、はい、優秀。スケルトン部隊超優秀。オッケー、ここで、バルキリー出た。ここスパーキーが多分、こいつまでいけるな。あそこまでいけるから。ここでちょっといける。ここでいける。これでめっちゃいける。オッケー。ここでガーゴムで出してあげて、相手はロケホーは矢の雨。ちょっと分業制でいこう。分業制。オッケー。これは鬼枯渇。これがスパーキー枯渇。ケイシャー、勝てるよ、本番勝てるよ。スパー、キオスパも仕上がってる。まずキオスパが仕上がってることがまず第一条件。グッドゲーム。よし、オッケー。よし、じゃあ次、仕上げていくのは、はい、こちらでございますね。キヨキヨが展開に行ったスパーキーデッキ。行きましょう。ポン。もう、ゴブスパですね。このゴブスパの、ゴブスパと、そのキヨスパの違いっていうのは、よろしく。キヨスパはより呪文枯渇なんですよ。なんで、相手が呪文を使ってくる相手に対しては、まあ、かなり、有効なんですよね。ただ、このデッキの方が安定してます。このデッキの方が、苦手なデッキに対しても戦える。枯渇デッキにも強いんですよね。で、僕のですね、統計によると、水谷さんは、あれなんですよ。水谷さんは、枯渇デッキをすごい使うんで、水谷さんとかにも相性はいいんじゃないかなとは思いますね。はい。で、ここスケラー、相手スケラーっすね。ここちょっともう、処理してあげましょう。オッケー。これ欲しい、これ欲しい、これ鬼欲しい。オニオン。これはオニオン。これ何がオニオンかっていうと、これエレクトロウィザード切ったタイミングって、もう相手何もできないんですよ、マジで、このスパーキー。オッケー。これは受けます。体で。で、スパーキー出すタイミングは、よろしく。スパーキー出すときは必ずゴブジャイの、ゴブジャイが手札にあるときか、ここにゴブジャイがあるとき。オッケー。相手することないっす。いや、逆に左でやってもよかったけど、左来てもよかったけど、相手は攻めてこないんで、ここはゴブジャイアントでターゲットを取りながら、オッケー。あ、でもマスケット重視がないのが、かなりきつい。マスケット重視をなるべく回す装備を出して、これちょっとザップで飛ばさせていただいて、ザップでは飛ば、やばい、これはやばい。やばい、切った。これ切った。あげます、プレゼントは全然ね、本番も来るときあるんで、本番もこのバルーンの可能性あるんでね。で、そう、エレキ回ってないのと思ったんで、次、形組むときは、ミニペッカ、ゴブジャイ、スパーキーでいきたいですね。オッケー。なんでもう右はもうなんかほぼ捨ててもいいかなっていう、そんな感じ。ただ、残り1分27秒のかな、かなりだるい。この25秒を、お茶を濁す会をしないといけないから、だから、右1本は捨てる覚悟かな、それか。ちょっとこれ一回待ちます。いやー、めんどくさいな。あー、なるほどね。これはもう一回待ってよろしく出して。
やべえ、ミニピ切っちゃった。ミニピ切っちゃったが、まあしかしまあまあいけるし、いけるし、かなり時間稼げる。で、右は捨てる、右は捨てる。はい、オッケーオッケー。右捨てます、右捨てます、右捨てます、右捨てます。右捨てるけど、まあマスケット重視だけだし、おい、空欲しい、空欲しい、空欲しい。空欲しい、マジで。オッケー。そして、はい、もう捨てます。はい、捨てのゴンゲ。もう捨てのゴンゲ、キヨキヨ。オッケーオッケーオッケー。やります、やります、やります。で、ここでバルーンを倒しながら、オッケー、ザプキだ。オッケー、このバルーンを確実に処理できます。オッケー。で、これミニペ来るんで、ここでミニペ来るんで、ここで絶対ます。ここでミニペ。絶対ミニペの、奥のベビードラゴンは倒せないんで、マスケット樹脂。オッケー。なんだよ、それ。いや、ここザップ。いや、置いて入る。うわー、やばい。これはまずい。これはまずい。まずい。これは非常にまずい展開で、ただ相手生きるか、ワンチャン。ワンチャン生きるか。生きれ、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 あー、生きれ。あくびばっかしてんじゃねえよ、クロロチなんでこっちはよ。まあ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 、こんなこともありますけれども、まあ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 、勝負の世界なんで、そんな前哨戦、ね、前哨戦なんてことはありません。グッドゲーム。いやー、相手、ムカつくね、これ。相手、あくびして。あー、あくびして、あくび、ね、みんなが頑張ったねって言うんだよ、もうこういうの。もう、煽られたら拍手。煽られたら拍手。いやー、ちょっと待ってよ。これもう一回行かせていただきたい。ほん。もう一回行かせていただきたい。ちょっとこれは悔しい。行きます。よろしく。よろしく。行きます。まずは、基本的にはド M 戦法なんですけど、彼ら防衛もできるし、手札回しも、できるんで、手札回しはする必要ないんですけど、だこういうことができるから、かなりいい手札。いいショットですね、これは。非常に。スパーキーも出しやすいし。吹きゴムということは、かなり枯渇的な水谷さん準拠っすね、これ。かなり水谷さん感ありますね。ザップだけ飛ばさせていただいて、ウォールブレイカー違うな。これ鬼枯渇的なやつか。これ枯渇でさ、吹きゴム、これアウプリ枯渇、アウプリ枯渇、いや、でもアウプリ枯渇入ってない。何ですか、それ。なんかそういう感じのやつですけども。ちょっとまだお茶を濁す回だな、これ、ぶっちゃけ。これスパーキー出しても、なんか逆再ぶっぱされて終わるんで、ここはまだお茶を濁す回代表として頑張ります。いや、まだお茶を濁したいけど、手札切れるカードがないから、スパーキー出します。そうすると逆再にめちゃくちゃ来るんですよね、こういう時大体。大体めちゃくちゃ来るから、釣れるか、オッケー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 、なんか来ても釣れる。オッケーオッケー。これはね、ちょ、守ります。これは、吹きゴムめんどくさいんで。オッケーオッケー。危ねえ、危ねえ。で、ここで多分、ボムタワーとか来んじゃないの、普通に。コウモリ。あ、なるほど。それは美味しい。それは美味しい。それは美味しい。何来る？エリキあんの？ないよ。オッケー、倒していく。オッケー。撃っていく。これザップだな。これいけるな。いける。これですよ、スパーキー弱体化洗礼を受けましたね。これはね、バレルが来るから、ちょっとバレルが来るんで、ここはまあちょっと一回おとなしくしておいたけど、いやー、でも結構、あ、後ろじゃね、何ですかそれ、それ美味しい、鬼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 美味しいが結構削られた。鬼美味しい、オッケー。これもうエリクサーないでしょ、相手で。これに対してバルキリーとかどうせ守ってくるけど、コウモリか、オッケー。コウモリ美味しい、オッケー。これバルキリーはスパーキーで回収できるから、もうこのスパーキーほぼ無料で、吹きゴムが、吹きゴムをつけてくるか。たださっき意味なかったことをちゃんと学んできるとめんどくさいが、オッケー。オッケー。ここで、いいですよ。ミニペッカ来ました。ミニペッカに対して、なるほどね。これはこう行きましょうか。はい、この速さ、この速さ。そしてアースクエイクも展開していって、ここも通します。オッケー。オッケーオッケー。このね、あいつを飛ばしたことがかなりでかい。オッケー、ミニペッカ、オッケー。で、もう左はもうほぼね、まあまあ無視しなくてもいいけど、なるべく、まあ、そんなに固執したくないですね。そんなに固執したくない。バレル飛んできたら、まあ、ダークプリンスで受けるけど、オッケー。ここで多分、なんか吹きゴムも始まってるかな。始まりは来ない。オッケー。これはもう、ガンムシ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 ロワイヤル。ガンムシロワイヤルで、どうぞどうぞどうぞ。オッケー。ここで、待って、スリクラいけるな。スリクラいけるから、こっちのプレッシャーをかけながら、オッケー。で、こっちはコウモリをちゃんと警戒して、オッケー。オッケー。そして、オッケー！神！神！神神神！ありがとうございます。いやー、いいね。最先、なんかやっぱ相手のやっぱりそのプレイをちゃんとこう何頭の中で整理しながら相手の手札を分かりながらやるといいね。オッケー。だ、それではこっち、エレジャイに行きたいと思います。エレジャイ。エレジャイちょっと練習中なんでね、僕今。まあだから、完成度は非常に低いですけど、ちょっとエレジャイもグランドチャレンジで練習していきたいなと思います。行きましょう！さあ行こう！シャイゴー！よろしく！さあ、参りたいと思います。さあ、まあ、ちょっとグランドチャレンジはね、さすがに、
さすがにですけど、まず手札回しはあんまりできないんで。うわ、なんかちょっとレベル差がひどい。これレベル差はひどいな。まあただまあ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 、ギリみたいなところ、ないギリみたいなところあるかな、ギリみたいなところをちょっと連想させていきながら。ただあのウォールブレイカーはかなりあの水谷さん使うんですよ。水谷さんめちゃくちゃ使うんで、ちょっとこれは練習になりますね、非常に。 OK 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 OK。 でここで固執しない。いやーこれ大丈夫かな。いやここはここは一回、いやー結構、いやー取るんで出すべきだったかこれ。待って、なんすかそれ、なんすかその感じ。やべえ、なんかレベル8じゃん。レベル8で俺なんか普通に1本取られそうなんですけど。ちょっとマミーマミーマミー、それマミー。ただこれさ、逆にこっち許容しすぎでしょ、逆に。マミーがこれ、マミー大丈夫、マミー。オッケーオッケー、ここライトニング構えながら、オッケーオッケーオッケー、ちょここはロリババちゃんで倒していきながら、オッケー、ナイス、オッケー。これは多分落ちたでしょ、これは絶対落ちたでしょ、これは止められないと思います。ファイボー、いやーいいファイボーだな。ただしかしこのチェインがマジでやばい。いやーやっぱね、ウォールブレイカーじゃなくてあのエレジャーが届けば強いよな、マジで。これとエレジャーを届かせる、なんかその巨大版ウォールブレイカーみたいな感じじゃない、エレジャーってタワーに届けさせるのをマジ本気でいくみたいな。ここでまあ、ちょっと走らせて、走る走る遠くの方へこの足、ちょっと待って、これはまずい、これはまずい、非常にまずい。 OK、 危ね。 OK、 OK。 いやこのアイスピザで腐ったな、意味ね。で右をちゃんと攻めていきたいんで、ウォールブレイカーが来てもこれ一回無視しよう。これも形作ることを優先していきたいですね。ああもう一度ニヤドニヤド、このエレジャイ6コスです。ああ、このエレジャイ4コスです。はい、このエレジャイ4コス。いやあの皆さん想像してください、あの4コスでどうします。4コスでバランス調整とか言って、マジか、バランス調整やべ、4コスでエレジャイできますってみんな怒るでしょ。そういうこと、つまりそういうこと。お、このさ、この樽何もしない、樽じゃねえ、このごぼうり何もせん、何も専務さんでしょこれ。これ非常に何も専務さんなんですけども、はい、オッケーオッケーオッケー、これで、はい、オッケー。これタワー届かせるワイヤルして右上げます、右上げます、オッケーオッケー。だったらかなり厳しいはず、なるほどね。うわー危ねえ、ちょっとこれまずい。あ、待って、いや、ライトニング、ライトニングでいいよ、ライトニングでよか、ライトニングでよか、こっち来た。いやムート来るかと思った、ライトニングでよか、ライトニングでよか。いや落ちない、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 オーマイグッネス。キヨキヨ選手敗退してしまいました。この後の1月9日19時からのケンツメシチャンネルでのクラロワ紅白戦、果たしてキヨキヨ選手は勝つことができるのか。日本中の注目が集まります。インタビューでしょうか、聞きましょう。ということで本番当日はそんなことありませんから、また1月9日